はちょっとフロントアレバランス変えました。そうですね、中盤ちょっとダイヤモンドみたいな形になってるんですかね。パトリック引きつけて原川戻す、0対4。チャンピオンチームから4得点です、セレッソ。川崎のこの中盤での横パスのミスをですね、うまくこう繋いでサイド使ってですね、いや流れるような、まあ、原川がいいスペースにうまく流れたことによってセンターバックの谷口を引っ張ってそこにできた間にですね、うまくですね山田が入ってきましたよね。で右足のインサイドで蹴ったことによってチョン・ソンリョにしてみると、まあ、逆を突かれる感じになりましたよね。ニアサイドに、肩口に飛んできましたから反応できなかったですよね。